エドワード・デボノは、マルタの医師、心理学者、作家、発明家、コンサルタント。彼は水平思考の考え方を発明し、学校の科目として思考の仕方を教えることを提唱している人物である。日本語での性の表記は、デボノとデボノが混在している。小惑星へデボノは、エドワード・デボノにちなんで命名された。デボノの著作に対する批評のうち、 彼の提案を支える論拠の欠如に力点を置いたものには次の二つがある。ハンドブック・オブ・クリエイティビティにおいて、ロバート・ジェース・タンバーグは我々の見解では創造性についての科学的研究に対して等しくダメージを与えるものであり、実用的なアプローチとでも呼ばれる懸念がある。人々によって通俗的な心得でこの研究分野を乗っ取られるものであった。 このアプローチを採用したものは、主に創造性の開発に関心を持っており、創造性についてのアイデアの妥当性については、二の次であったり、全く関心がなかったりしたと述べている。スタンバーグは、続けて、おそらく、このアプローチの最初の提案者は、エドワード・デボノであった。彼の水平思考や創造性の他の観点からの業績は、 商業的にはかなり成功したように見受けられると述べている。フレームワークスフォーシンキングは42の通俗的な思考法のフレームワークを評価したものであり、研究者のチームによって行われたものである。エドワード・デボノに関して彼らは次のように書いている。彼は自身のアプローチについて信頼性もしくは効能を提供することよりも、 アイデアを開発することの有用性に関心がある。思考能力の一般的な向上は、コートもしくはシンキングハッツツールを利用したトレーニングに起因し得ることを示す個別の研究証拠はある。初期のコートの評価は、1000の生徒について顕著な便益があると報告している。しかし、より最近のオーストラリア原住民の子供についての調査においては、 創造的思考の分野以外においては一般化できる証拠はほとんどなかったという。言語についてのデボノの見解は心理学者らによって批判されてきた。デボノは言語を人間成長に対する最大のバリアと理解しているが、フェアリーは浅いとみなして人間のクリティカルな判断力の欠如が陳腐化したアイデアの伝達の原因であるように保つ必要があると論じている。M オフザルール・リヒムは、デボノの1985年の著作である、コンフリキッツ・エーベター・ウェイ・ツー・リゾルブ・ゼムを要約して、次のように述べている。コンフリクトを根絶することに関して、デボノのアプローチは、古典派のアプローチと何ら変わるものではない。コンフリクトに対処する、このアプローチは、現代の思考とは、完全にずれており、それゆえ、不満足なものである。ありがとうございます。